翔平、2年連続 MVP の鍵は苦手の9月と天敵攻略。米大リーグのレギュラーシーズンは残り約1ヶ月となった。大谷翔平が所属するエンゼルスはあと31試合、投打に進化を続け、史上初の10勝30本塁打を達成するなど二刀流としてフル回転している大谷には、昨年に続くはリーグ最優秀選手 MVP 期の期待も高まっている。ただ一方で嫌なデータもあり、進化が問われる9月の戦いとなりそうだ。大谷は今季投手として自己最多の11勝8敗、防御率 2.67、 打者としてリーグ3位の30本塁打を放っている。すでに51本の本塁打を放ち、リーグ記録の61本を更新するペースを維持するアーロン、ジャッジ、ヤンキースとの MVP 争いを制するためにも、さらに成績を伸ばしたいところだ。ただ大谷には気になるデータがある。過去の4シーズンを見ると、9月、10月を含む、以下同じはかなり苦手なのだ。特に、投手としての成績が良くない。9月の通算月別成績は5試合で1勝2敗、防御率は 4.23。 登板数、勝利数とも他の月より少なく、防御率も最悪。8月以前は今季も含むった。昨季は9月3日に9勝目を挙げたが、その後の3度の登板では白星がなかった。早々と KO された試合もあり、防御率は 3.91 と昨季の月別でワースト2位だった。過去のデータを覆す活躍を期待したいところだが、手強い対戦相手が待ち受ける。昨季まで天敵だったアストロズと今季苦戦するレンジャーズだ。ネビン監督代行は今後先発投手を6人で回すとしていて、その通りなら発表された次回3日、日本時間4日と、その次の登板はアストロズ戦となる。その後はマリナーズ、ツインズ、レンジャーズ戦に投げることになる。過去の対戦相手別防御率を見ると、アストロズ戦は 4.21、 レンジャーズ戦は 4.06。 大谷がこれまで3試合以上登板したチームの中で4点台はこの2チームのみ。つまり最も苦手な9月に登板する5試合のうち3試合は相性の悪い2チームとまみえることになる。特に今季はレンジャーズに0勝2敗、防御率 5.74 と苦しめられている。ただアストロズとは今季は分がいい。3試合に先発し、防御率は 1.08。 開幕戦で負け投手となったが、以降は6回無失点、6回1失点で共に2桁三振を奪った。リーグ西地区首位を独走する強豪を今季は最後まで抑え込めるのか注目される。ちなみにエンゼルスが先発投手を6人で回すなら、大谷の今季の残り登板は5試合となる。その場合、期待されている規定投球回数到達のためには1試合平均で7回を投げなければならず、達成は厳しくなる。打者大谷の9月の成績はどうか。月別通算打率は2割5分4厘と下から3番目。1本のホームランを打つための打席数は 20.3 で、8月に次いで2番目に悪いなど、やはり苦手の部類に入る。ただ、今季出場12試合で6本塁打のアスレチックス戦と、13試合で4本塁打のレンジャーズ戦がそれぞれ6試合ある。8月は今季最高の打率3割1分7厘、本塁打8本と好調だった。昨季は月別で最小本塁打に終わった9月。今季は8月の勢いそのままに大爆発で締められるか。記録は8月31日現在。